はい、皆さんこんにちは。私の、タイプ R ですね、納車されましたタイプ R をこのようにマルチインフォメーションディスプレイにこのようにウィンカーなどしたら点灯いたします。エアコン操作パネルはこのような感じになっています。まず今回はですね、納車したらですね、最初に設定すべきことを、紹介したいと思います。まずですね、ナビ画面はスマートフォンと連携していきたいと思います。まず、スマートフォンですね、Bluetooth をオンにします。そしてですね、こちらでですね操作していきたいと思います。はい、それではまずこちらの画面から行っていきます。こちらの画面はこのホーム画面を押すことで表示されます。それでは設定していきたいと思います。この画面から、こちらの矢印を押していきます。そうしますと本体設定というのがあります。こちらを押していきます。続きまして、こちらの下の方を見てみますと接続っていうのがありますので接続を押してください。さらに Bluetooth を押していきます。そうしましたら新しい機器を接続するというのがありますので新しい機器を接続していきます。そうしますと接続する機器の Bluetooth をオンにしますということで先ほどしてますので、ちょっと確認したいと思います。こちらでですね、Bluetooth が、オンになっております。確認しました。ホンダ HFT を選択してくださいとありますので確認したいと思います。ホンダ HFT がありますのでここを押します。そうしますとこのようにペア設定してくださいと要求がありますので、ナビ画面を確認していきたいと思います。同じですね、確認いたしましたので、スマートフォンの方でペアリングをします。その次に許可をします。接続していますと、表示されています。このようにですねオーディオと電話がですね私の iPhone ですね、オーディオ電話が接続可能となりました。はい、続きまして、このオーディオと電話が今チェック入っていますのでこの状態で接続するを押していきます。はい、これで iPhone A 私のスマートフォンとタイプ R が接続できました。これで電話などが使用できます。それでは確認してみたいと思います。はい、それでは電話かけてもらいます。音が鳴るかどうかですね。今スマートフォンは音をオフにします。はい、問題なくタイプ R とですねスマートフォンが連携しまして電話機の音が、このようにタイプ R に接続できました。これはですねスマートフォンの音を音量オフにしていても車に乗り込んだらこのように音で電話がかかったことをお知らせしてくれますのでとてもいい機能ですよね。はい、それではですねもう1台のスマートフォンもタイプ R と連携しておきたいと思います。まずこちらのホーム画面からしていきたいと思います。スマートフォン連携を押していきます。新しい機器を接続するを押します。そうしますとこのように新しい機器の接続と出ますので iPhone の Bluetooth をオンにしてください。ホンダ HFT を検索してくださいと出ていますので確認したいと思います。はい、それでは Bluetooth をオンにしていきます。はい、ホンダ HFT ありますね、こちらをオンにいたします。こちらを選択します。そうしますと今スマートフォンにこのようにペアリング要求来てますので確認いたします。同じですね、ですのでペアリングをします。許可します。この iPhone でアップルを使用しますか、しませんのでこちらはキャンセルしておきます。使わないのでこちらのスマートフォンはしませんのでキャンセルをしておきます。使う場合は接続するを押してください。はい、このようにですね、もう一つの、iPhone も接続することができました。かっこいいですね。はい、続きましてですね、
基本的な車両設定ですね、設定していきたいと思います。まずこのようなホーム画面ですね、こちらのホーム画面を押したらこのような画面になります。そしてこちらを押します。車両設定を押していきます。そうしますとこのように運転支援システム設定、メーター設定、ホンダスマートキーシステム設定、ライティング設定、ドア設定、インディビデュアル設定などがあります。あとですね、メンテナンス情報設定などがあります。順番に見ていきたいと思います。運転支援システム設定を見ていきたいと思います。運転支援システム設定はですね、ほとんどがですね、このように、登録状態では納車状態時は標準となっていますので、こちらをですね、お好みの設定に変更することができます。例えば先行車発進お知らせ機能ですね、こちらを押していきます。現在標準になっていますが、これをオフにしたり、早めにですね、することが可能となっています。今ですね、早めに設定いたしました。その他ですね、下を見てみますと、ブラインドスポットシステム設定であったり、標識認識機能表示、ちょっとこちらを見ていきたいと思います。今表示するとなっていますが、これを表示しないということも設定が可能となっています。もう少し下もありますので、少し見ていきたいと思います。あとこのようにですね、ドライバー注意力モニターというのがありますね。ちょっとこちらオフになってますので見ていきたいと思います。これはですね、ドライバー注意力モニター警報タイプを変更します。今オフになってますので、何かですね、注意してくれるようにですね、スタイリングと、警報音で、鳴るように、設定しておきます。はい、これでどのようになるか、また検証動画、確認していきたいと思います。続きましてもう一個気になるのが、このレブバッチシステムですね、こちらはオンになってますので確認したいと思います。これはですね、変速操作に合わせてエンジンの回転数をコントロールし、変速ショックを低減するシステムの設定を変更します。こちらはオンになってます。これがありますとスムーズにですね、ギアチェンジなどが行えますので、これはオンのままにしておきたいと思います。これお好みに応じてオフにすることも可能となっております。他のシステム設定を見ていきたいと思います。あとですね、メーター設定ですね、こちらも見ていきたいと思います。こちらはですね、外気温表示補正プラマイゼロとなってます。これは何でしょうか、ちょっと見てみます。こちらはメーター内のディスプレイに表示する外気温の表示温度を微調整します。マイナス3度、マイナス2度、マイナス1度、プラマイゼロとなってますので、まあプラマイゼロにしておきます。あとですね、アラーム音量ですね、こちら今中になってます。もう一個下を見ていきたいと思います。レブインジケーターがオンになっております。ちょっとこれ見てみます。こちらはですね、エンジン回転数に応じて点灯するレブインジケーターというのがあります。こちらのレブインジケーター機能設定値を変更しますということで、オンオフすることができます。こちらはですね、こちらですね、プラス R というのがありますが、そうしますとこのようにですね、変わるんですけど、こちらのこの上側にですね、このインジケーターというのがこれですね、これがですね、回転数に応じて点灯するようなシステムとなってますので、これが、表示するしないを変更できるのがこちらのレブインジケーターになっております。こちらはオンにしておきますね。続きまして、他の設定も見ていきたいと思います。ホンダスマートキーシステム設定ですね、こちらを見ていきたいと思います。アンサーバックブザー音量大となってますね、こちらもちょっと見ていきたいと思います。大と小と変更することができます。まあ大にしておきます。次にドアハンドル操作アンサーバックブザー音、こちらもオンになってますね。こちらもですね、これは何かと言いますと、ドアハンドル操作アンサーバックブザーと言いまして、ロックボタン、ドアハンドルを操作して、ドアの施錠解除した時のアンサーバックブザーの有無を変更いたしますと、こちらもオンにしておきます。続いてライティング設定ですね、こちらを見ていきたいと思います。こちらはオートハイビームですね、こちらももう便利な機能なんでオンにしておきます。インテリアライト点灯時間、こちらは30秒となってますね。ちょっと見てみましょう。これは何かと言いますと、ドアを閉めた後に室内照明が自動で消灯するまでの点灯継続時間を変更しますと、このようなものも変更できるんですね。60秒、30秒、15秒とありまして、最初は30秒となってますが、まあ30秒にしておきましょうかね。続きまして、ワンタッチターンシグナル、こちらも今作動になってますが、見てみましょう。
作動したと。これはですね、こちらのですねウインカーを点灯してみます。まあ、3回なりましたね。これを非作動にしてみます。非作動にしますと1回ですね、もう1回3回にします。3回にしますとこのように3回ですね。ちなみに今ちょっとプラス R にしてますので標準にしときますとこのようにですね、これめちゃくちゃ綺麗なんですね画面が。あとブレーキ踏んでもこのようになりますね。こちらは3回にしときます。続きまして、ドア設定を見ていきたいと思います。こちらはですね、これもね、必ず、しておくべき設定だと思うんですけど、降車時オートドアロックですね。これはですね、降車時にオートドアロック設定を変更しますと、これはですね、鍵を持ったまま、離れていきますと自動的に、ロックがかかる機能。これもですね、盗難防止とか、非常に役に立つ機能ですね。鍵の閉め忘れとかも防止できますので、これは必ず設定をお勧めいたします。続きまして、こちらもですね、キーレスアンサーバックオンにしておくことをお勧めいたします。これはですね、鍵をですね、使用したときにアンサーバックライトの点滅、2回連続施錠したときのアンサーバックブザーの設定を変更しますということで、こちらも、オン、オフとありますのでオンをしておきます。あとオートリトラミラー格納というのがあります。これは何でしょうかね。これはですね、オートリトラミラー格納の設定を変更しますと、これもオンにしておきます。ロックがかかる、自動的にミラーが閉じるですね、機能ですね。このようにですね、室内アンビエント照明がタイプ R のカラーですね、レッドに光っています。あと先ほどの室内照明、これですね、これが30秒点灯するということですね。30秒経ったで切れました。はい、それではドアを閉めていきます。降車時オートドアロックを確認してみます。はい、閉めます。ピッと言いました。離れていきます。このように、これがですね、降車時オートドアロックと言いまして、自動的に降車時にロックがかかる機能ですね。ぜひお勧めいたします。はい、続きましてですね、こちらの右下のインディビデュアル設定ですね、こちらを設定していきたいと思います。こちらはですね、今エンジン音をですね、スポーツにしたりですね、コンフォートですね、インディビデュアルにすればエンジンだけコンフォートにしたりとか、サスペンションこちらをプラス R するとかですね、レブマッチコンフォートにしたりスポーツにすることができます。はい、エンジンをスポーツ、サスペンションスポーツですね。これにそれぞれ好みによって、いろいろ、その部分だけを変更することが可能。もう少し下がりますね。メーター、はい、メーターを例えばメーターだけをプラス R したいときですね、こちらをプラス R にします。そうしますと、こちらはですね、この今スポーツですけど、このインディビデュアルというモードですね、こちらでですね、こちらをしますと、こう 上下でですね、このようにスポーツに、これがコンフォートですね、コンフォートにしたり、これスポーツですね、スポーツにしたり、もう一個上にしたら、このインディビデュアルモードにしたときに、メーターだけをこのようにですね、プラス R にすることも可能になります。すべてをプラス R にしたいときは、こちらを押しますとプラス R モードに切り替わります。ちなみにですね、こちらのインディビデュアルモードでこのカスタマイズを押しますと、簡単にですね、こちらのショートカットで変更ができます。例えばエンジンだけスポーツに変えてみたいと思います。あとステアリングもスポーツに
プラス R、 はい、これで設定しておきたいと思います。このようにステアリングだけプラス R に、あ、エンジンもプラス R、 はい、しますと、仮に一回ちょっと戻しますね。スポーツ、コンフォート、スポーツ、インディビデル戻したときに、確認してみます。カスタマイズを見たときにこのようにですね、自分のお好みに合わせて設定できるのがこちらのインディビデル設定になります。はい、ちなみにもう一個あります。こちらはメンテナンス情報というのがありますが、こちらはですね、押しますとこのオイルライフが A となっていますので、こちら特に設定する情報はありませんので、納車されたばっかりなので、これは多分オイルライフ A が正解だと思います。ということでですね、このようにですね、車両設定がですねありますので、納車したらまずですね、確認して自分の設定に合わせる必要がありますので、ぜひ設定してみてください。はい、ということで今回はですね、新型タイプ R を納車したらすぐにですね、設定しておきたい車両情報、もしくは、すべき車両設定を紹介しました。今後もですね、タイプ R のいろいろな情報を発信していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、コメントなどよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ちなみに、タイプ R が納車されたら、このナビ画面をですね、ちょっと消したい時とかあると思います。こちらはこのナビ画面表示を押します。これをですね、指でヒューイーとしたら明るさを変更することができます。このようにちょっと暗くしたり明るくしたりすることができます。画面表示をオフにしたいときはですね、こちらをオフをします。そうしますとこのようにですね、ちょっと停車してちょっと仮眠したいときとかですね、画面をオフしたいときあると思いますので、このようにオフにすることができます。あと戻したいときはこの何でもいいんでボタンを押してください。ホーム画面を押すとすぐ戻ります。はい、ということで今回はですね、新型タイプ R のですね、納車したらすぐやるべき車両設定を紹介しました。今後もですね、タイプ R の情報をですね、公開していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、またコメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。